さあ、続きいきましょう。ドラクエ4外伝でございます。はい、前回の動画のね、最後セーブしたところとは違うところからね、始まりましたね、今回の動画は。はい、でですね、動画外でレベル上げをしまして、はい、今こんな感じです。はい、前回の動画でですね、キャラ固有の、職業っていうのがあることが判明しまして、レベル上げして、おのおのが固有のね、職業についております。ラミアス天神で、セバスはまた修行中です。はい、でオルゴーが覇王で、スフィーダが修羅でございます。はい、もう能力の伸びもね、すごいっすね。どんどん強くなっていくって感じなんだけど、オルゴーがちょっとやばいっすね。はい、でオルゴーに関しては覇王にして、レベル20到達してからもう一回修行中に戻して、また覇王にしたっていう感じなんですけど、まあ、ちょっとそれに今理由があってですね、はい、ここですね、やっぱ仙人のとこですね。はい、まあ想像通りというか憶測通りというかなんですが、やはり必殺技というか、なんか合成呪文みたいなやつを教えてもらう条件として、やっぱ修行中じゃなきゃダメみたいでした。はい、でたくさんね、いろいろこう技を覚えたんだけど、なんだろうな、あー、これ剣の舞とかね、これはサミダレ斬りと不思議な踊りとサミダレ斬りね。はい、で、マホトラダンス、不思議な踊りとマホトラ、で覚えた。で、メダパニーダンス、これも同様ですね、不思議な踊りとメダパニー。そしてハッスルダンス、これいいんですよ、これね、不思議な踊りとペホマラでハッスルダンス覚えました。消費6で全体回復できるというのもかなり大きいです。で、その次、急所突き、敵を即死させる必殺剣、これはザキと聖剣突きで、メゾラゴン、メラゾーマとベギラゴンね。はい。メゾラゴンね。で、ジゴスパーク、これは稲妻とギガデイン。稲妻ってのはプレミアムバザーで、なんか買える特技ですね。はい。それとギガデイン。で、悟りの境地、これは瞑想と陶器を貯める。瞑想も同様にプレミアムバザーで買えるやつ。これいいですよ。攻撃、防御、素早さ、賢さを上昇させるっていうね、いいよね。で、はい、煉獄火炎かな。はい、煉獄火炎、敵全体に炎のダメージを与える。これはメラゾーマと灼熱ですね。はい、灼熱はなんかドロップアイテムだったかな、確か。ドロップアイテムとメダル交換だったかな、小さなメダルね。で、魔人剣、はい、魔人剣、これは魔人斬りと聖剣突きです。命中力は低いが威力は絶大な剣技。はい、もうカンストダメージ与えますね、確率は低いけどね。そしてザラキーマ、はい、ザキとザラキで、キアルマ、すべての状態上回復する呪文、これはキアリクと、あー、ごめんなさい、キアリーとキアリクね。これいいよね、状態上ね、回復、全部回復、エスナ的な感じだよね、ファイナルファンタジーで言う。で、はい、これが魔人斬りと魔人剣で、鬼人劇、いいね。命中率は低いが威力は絶大の技、これ多分確かに全体に行くんじゃなかったかな、確か。はい、で魔人剣は1体だけだったかなと思ってましたけど。はい、そして光の波動、これはいてつく波動と悟りの境地、悟りの境地もプレミアムバザーでのアイテムで、ゲットできます。はい、光の波動、すべての能力を上昇させる波動ということで、まあどうなんですか、悟りの境地とこれ重ね掛けできるのかちょっとわかりませんけどね。まあそんな感じでございます。はい、というところでですね、今セバスレベル20にしてるんですが、固有の、セバス固有の職業に転職する前に、これ、プレミアムバザーで買ってきた、ね、天候大、辞典
稲妻で、悟りの章、これ瞑想覚えるやつで、ダンサーの心や不思議な踊り、これらをセバスにぶっ込んで覚えさせて仙人のところに行く。そうすると、まあ、残りのなんだっけ、特技を覚えるということで、サミダレギリを覚えている剣の舞、不思議な踊りとマホトラダンス、メダパニダンス、ハッスルダンス、ジゴスパーク、悟りの境地、光の波動。よし、これで全員が特技を覚えたんじゃないかな。はい。まあ、ラミアスとスフィーダはね、すべての、特技プラス灼熱を覚えてますけども。まあ、こんな感じですね。あと、灼熱絡みの特技もあれか。セバス・オルゴは覚えてないけど。まあ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 、こんな感じで、いけるんじゃないかなと。そして、セバスを最後、固有の、職業に変えてこようかなと思います。はい。これ、わざわざね、動画にしたかったから、手前で止めといたんですけどね。はい。セバス。ネクストで、刀身だよね。オッケー。いいね。で、装備がまた全部外れたので、組み直さなきゃいけない。まあ、主人公は基本的にも天空装備で、いいですよ。豪傑だな、豪傑。セバスは、そうそう、奇跡の剣。これなんかの会心の一撃が出やすくなるらしいです、これ。まあいいよね。破壊の鉄球もいいけど、純粋な攻撃力求めていくんだったら、レッドドラゴンの爪か、はぐれメタル、ザックスの体験。まあやっぱこの辺です。レベル上げなんかね、これすごく良かったね。破壊の鉄球。まあ、ザックスで行くか。いや、待て。はぐれメタルで行こう。シロベ、インドラ、波響を、星フルでは、腕輪で行きます。はい。セバスは、とにかくスピード勝負で行く。で、オルゴに関しては、まあ、はぐれメタル、シロベ、インドラ、波響、疾風のバンダナ。セバスとオルゴはどっちかとスピード勝負で行ってもらって、ラミアスとスフィーダはもう、火力で行ってもらうって感じですね。ザックス、シロベ、インドラ、で、こいつはね、マクロベータかな。マクロベータ、豪傑。これで行きましょう。はい。よし。で、ダンジョンの方ね。ダンジョンの方に関してはですね、ちょっと、現状、どうしていいかわかんない。どうしていいかわかんないから、とりあえず、先進めないところは保留にしといて、もう一つの旅の扉、開けてみる。こっちまだボスと戦ってないから、直前で逃げ帰ってきたんだよね、これ。様子見で行って。だから一回こっち行ってみる。あ、そうだ。アイテム補充したっけか。まあいいや、ちょっと確認してみますけどね。はい。アイテムは補充してますね。大丈夫ですね。祈りの指輪も15個あるし。うん、雫も持ってきてますから。うん。いいんじゃないでしょうか。まあこの辺のドーピングアイテムもね、もう全部ラミアスぶっこんでもいいのかなって気はするけども、まあ使うか。ラミアス、待て、力スフィーダかな。いや、主人公に持っていきたいよね。ラミアスに持っていきたい。もう全部ラミアスぶっこんで、スタミナもラミアス、賢さもラミアスでいいか。素早さはセバス使ってくれ。命抜きの実もラミアスでいきます。よし、いきましょう。セバスすごいよね、これ。刀身もうレベル1でさ、HP218 っていう、めちゃくちゃ強いよこいつ。いきましょう。さあ、
そこはね、割と、すんなり、なんか、最新部まで行けたような記憶がある。ただ、道順は忘れた。道順は忘れたけど、どうだったっけか。こっちか？ぐるっと回ってこなきゃダメだったか。いや、違うな。大丈夫だな。宝箱とかは結構もう取っちゃったから。よし、いいね。エンカウント低めじゃないですか。でもって、どこ正解だったっけ？これだったかな？これが確か正解ルートだと思ったけど。はい。一見穴開いてるようだけど、ここだけはいけるっていう。他は全部、下に真っ逆さま。で、階段どこあったっけ？このドラゴンの紋章のとこだけど。これか？はい。で、どうだったっけ？ぐるっと回るんじゃなかったかな？確かね。さあ、来い。オートで行くか、どうするかだよね。セバスレベル上げたいけどな。どうしよう。まあ、一発ギガスラッシュ入れてもいいけどね。鬼人剣とかも使ってみたいけど、オートで行くか？オートで行くか。おい、行ったね、行ったね。これ、鬼人剣じゃないですか？オッケーオッケー。いいね、いいね。もうみんな鬼人剣で行くね、これ。一か八かみたいな。オッケー。鬼人剣だっけ？なんか、もう名前忘れたけど。これだ、鬼人劇か。これだ。めちゃくちゃ強いんですよ、これ。もうみんなギャンブルチックな感じでね、一か八かで鬼人劇に行くんですよね、これ。よし。さあ、行こう。で、ここが最深部と思われる場所。回復しとこうか。まあ一応ベホマズン打っといて、魔法の聖水使っとく。まあ大して減ってないけど、行きましょう。ほい、来るか。来たな。オッケー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 。とりあえずこいつ倒せばなんか状況変わるかもしれないから、どうなんだろうか。このさ、悟りの境地と光の波動とバイキルトって重ね掛けできんのかね。ちょっとわかんないけど、悟りの、全員悟りの境地行こうか。まあ、多分こいつ変身すると思うんだよね。変身っていうか第二段階あると思うから、悟りの境地、もう全員悟りの境地で行きます。悟り、悟り、はい、いいね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 。これ重ね掛けできんのかな、どうなんだろう。さらに、うわー、それでもヒャド。お、いいね、いいね、いいね。まだ大丈夫、大丈夫でもねえな、大丈夫でもない。って感じだな。さらにいけんのか、これ。ちょっとわかんないけど。ハッスルダンス。もう一回行ってみて。ああ、行けるんだ。はあ、なるほどね。ベギラゴン。結構過激だね。結構過激だね。光の波動。すべての、あ、これ選べるんだ。誰で行くかみたいな。ちょっと試しながら戦うっていう。ちょっとどうなのよっていう光の波動。攻撃守備だけか。でもこれ、いや、やばい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 。そろそろ攻撃に転じよう。そろそろ攻撃に転じる。
いいね、いいね、いいね。めっちゃ食らってるね。私は強くなりすぎてしまったか。マヒャド。マヒャドはやばい。マヒャドはやばい。ちょっと調子乗りすぎたな。光の波動だけでなんか良さそうな気がするよね。あれ、ベホマズン、ベホマズン、ベホマズン。やっぱでも、ハッスルダンス、おお、変身した。ベホマズンじゃねえ、なんだっけ、ハッスルダンスよ。ベホマラーに比べて、やっぱ若干、あれだよね。回復量少ないっていうか。まあ、その辺はしょうがないですよね。MP 安いからさ。その辺はまあ、しょうがないとして。オッケーオッケー。意外と楽勝なんじゃないか、これ。あー、守備下げね。守備下げね。そういうことね。まあ、あんま意味ないとは思うけどね。ほとんどだってこいつ魔法でしょ？使ってくんの。ほとんど魔法だろうから、あんまり殴ってこないんじゃない？あ、やっぱりフバーハ打ってねえな、そういえば。忘れてた。忘れてた。フバーハ打ってない。ちょっと待ってね。ハッスルダンス。で、ホマラ、まあ、動き遅いけど、スフィーダは。それでもいいや。一応、フバハ入れといてくれ。よし、あ、入った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 。オッケー、オッケー。よし、これで完璧なんじゃねえか？あ、通常攻撃も打ってくんのな。フバハ打ったからかな。あ、そうでもない。いや、ダメージ軽減。オッケーオッケー。まあ、これで普通に、どうだ？やれるか。これでギガスラとか打ったら何本入んのかね。攻撃力上げてるけど。あ、でも大体ダメージ固定、なんかな。ジゴスパーク、この辺のね、技も使ってみたいけどね。煉獄火炎とか、ジゴスパーク250、メゾラゴン180。なんともですよね。250、だいたい決まってるんでしょうね、これ、多分ね。まあ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 。だよね。まあ、殴った方がいいわ。MP 回復で使った方がいいわ。オッケーオッケー。お！なにこれ？あれか、また進化したのか。また強、これまた強いんじゃないか、これ。また。でも火力は結構こっちもまだ出てるから。前回のゾーマ戦の時よりは楽に倒したいけど、煉獄火炎撃ってくる。ハッスルいってくれ。ベホマラ。いやでもね、ダメージ結構入ってるからさ、あんま回復しない。あ、そうか。先にベホマラ撃ったからか。ベホマズンしてな。ベホマズンしてな。こっち先に行動できそうだったよね。よし。殴れ殴れ殴れ。まだ大丈夫だ。まだ大丈夫だ。いいね、いいね。おっと、バイキルトはまずいですよ。いてつく波動ってなかったっけ？あった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 。敵の体勢を下げる波動。体勢を下げる。そういうこと？ちょっとイメージと違ったな。ちょっとイメージと違ったな、これ。フバーハウってもこんだけ食らうのか。ちょっとイメージ違いましたね。凍てつく波動のイメージ違った。まあでも、オルゴーが先手取れてるから、これかなり主導権はこっち握って戦えてると見ていいんじゃないか？多分。聖水をオルゴー。ねえ、そうだよね。
ナイス、クリティカル、いいね。こっちが主導権を握っている。ベホマズヌって、うん、まあベホマラーで大丈夫かな。でもやっぱことクリティカルに関してはあれだよね、やっぱ武道家ほど出ないよね。お、ナイス、いいねいいねいいね。オルゴー HP 半分ぐらいだけど、まあ攻めるか。いやでもさ、これだけ火力上げてもさ、あれだもんね、全然やっぱさ耐久度っていうか強い、へこたれないもんな向こうは。ルカナウンってきた。これはラッキー、ラッキーターン。ちょっと待て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 、魔法の聖水使ってやれ。よし、240、結構重いね、重いね。ベホマ、オッケー、ナイス、めちゃくちゃ食らったけど、うーん、ベホマズンだな。いいよいいよ、主導権はこちらにある。オッケー、オルゴが先で取られない限りこっちは多分負けないぞこれ。あと物資が尽きなければだけどね指輪もあるからまあ大丈夫そうっちゃ大丈夫そうな気もするけど、もう一回ベホマズン行くか。お、セバスちょっとやばそうだよな。ベホマラで大丈夫かな、ちょっと不安、ちょっと不安だ。ベホマラ、まあ殴るか。ちょっと死んじゃったらザオリクでなんとか大丈夫そうだな。オッケーオッケーオッケー。で、ベホマズン。オッケーこのピンチの状態からのベホマズンがね、もう快感だよね。セバスがやばい。セバスがやばいっす。ね。どうすかな。ベホマラーで、聖水。ベホマラー2回でいける、いいかな。オッケーオッケーオッケー。ルカナン、オッケー、ラッキーターン。ラッキーターンだ。ゾーマより HP 高いかな。いいか、ベホマズン打つか。ちまちま、ちまちまやらないで。バイキルト、もうこれはどうしようもないから攻めるしかない。ナイス、結構クリティカルとかでダメージ与えてんだけどしぶといよね。どうしよっかな。聖水、ベホマズン。どうしよっかな。ベホマズンでもいいんだけど。ベホマズン楽だからね。常に毎ターンベホマズンだよ、これ。ただ、あんまそういう使い方してると MP がね、枯渇しちゃうからな。でも、早めに勝負決めたいっちゃ決めたいからね。まあ、別にオルゴにこだわらなくてもいいんですけど、ベホマズン打つのは。こっちが全員先手取れて、わー、ラミアス落ちた。ラミアス落ちちゃった。めっちゃくちゃ攻撃力上がってるもんな。じゃあ、聖水使って、ザオリクは使えないから、まあ、殴りでいいです。
はい、オッケー。うわあ、めっちゃ強えなー。一発殴られたら終わりだな。めちゃくちゃ攻撃力上がってる状態だから。スクルトで上げたとてだよね。スクルトで上げたとてよ。どうしよう。光の波動。ああ、ちょっと待って。悟りの境地。スクルト打ちたいっすよね。スクルト打ちたいんだけど。ザオリック。オッケー。ナイスナイスです。ナイスです。ナイスですが、聖水がそろそろなくなってくる。ちょっとスクルトで対応するしかないよな。悟りの境地。うわあ、強えわ。これ無理だわ。無理だな、ちょっとな、これな。耐えられない。スクルト入れてもこれだもんね。厳しいな。ここに来て、こういうことになってしまった。どうしたらいいかな。生き返したとてだよね。まあでも、引き返せば、また、ね、向こう向こう、これターゲットが、あれなるからさ、増えるから、いっちゃいいんだろうけど、でもこれ攻撃に転じた方がいいかな、るかな。どうするよ。そろそろ落ちてほしいっすね。そろそろ落ちてほしい。ダメだったらレベル上げかな。唯一耐えられそうなのがオルゴぐらいなもんだよね。あ、こっちの方全然いいわ。こっちの方がいいわ。殴りよりこれ、息攻撃とかの方が、もう全然、ありがたい。ああ、光の波動使えねえか。オッケーオッケーオッケー。まだベホマズンはいけるけど、聖水がもう残り1個しかない。ちょっと待って。光の波動、スフィーダに与えてやって、で、ホマズンで殴り。よし。通常攻撃、おー、やめてと言おうと思ったら倒した、オッケー。あ、来た、邪神の像、これか。だから順番的に間違ってたんだ。邪神の像、ゲット。オッケー、結構苦しかったね。もっとレベル上げなきゃダメだな。オッケー、これでいけんじゃねえか。多分。よし。撤退だ。撤退しましょう。山奥の村。実家で、お母ちゃんの飯食って寝ると。はい。オッケー。よし。まあ、少なくともやっぱりオルゴーぐらいの HP なきゃダメだよね。400ぐらい。うん、なかなかあの、倍切ると、重ね掛けされて、ねえ、一発殴られるとさ、痛かったから、最低400ぐらいないとダメかなって感じはしますけど、ちょっとレベル上げするか、また動画外で。はい。ということで、今回は、ここまでにしておきたいと思います。ついにね、邪神の像を手に入れたから、はい。三つ目のね、三つ目というか、真ん中の旅の扉。
行きたいなと思います。で、多分その真ん中の旅の扉を割れば、なんか閉ざされてた、ね、閉ざされてた最後の旅の扉、あれオープンになるんじゃないかなと思うんだけど、まあその辺期待しつつね、次回お楽しみにということで、ここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。